自宅からお届け、ビビカーケロかかってこい、イエイイエイ、はい、ということでですね、はい、始まりました。始まりましたね。はい、自宅からちょっとつなげてお届けしているんですが、ね、ちょっともしかしたらその音声のズレがあるかもしれない、うん、気持ち悪いかもしれませんが、そこら辺はご了承ください、はい、ご了承ください。はい、はい、というところで今が20時57分ですね。はい、あと3分後に、はい、ザハトルテ、ザハトルテね、はい、が来ますと、うん、いうところで今回も最速タイムを目指していこうと、はい、いうことになっております。はい、これもう なんかもう3回目だから大人気企画ってことでいい？うん、うん、とりあえず大人気企画なのか都合のいい企画なのかどっちかっていうことを思っておいていただける。はい、多分どちらかというと後者かな、うん、皆さん今多分ね外に出れない状況が続いてると思うんで、うん、結構ぜひね家でモンストしていただいて、暇だからちょっとかかってこい、応募してみようかなって、そう、うんうんうん、応募してみようかなっていう感じでやっていただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ザハトルテ今回も、運枠1の、はい、同キャラなし、コラボキャラなし、なるほど、という感じになっておりますので、皆さんもぜひそれでお願いしたいなと、よろしくお願いします。思っております。よろしくお願いします。まあちょっと重力のアンチブロック、ちょっとコラボキャラ強かったりもするんですけど、まあ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 。なんか強そうなやついるな、まあ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 、確かに、はい。はい。それでは、いきます。はい。Let's go。貫通の匂いすんな。そうだね。うん。うわ、ちょっとね、なるほど、これ反射、反射か、どうだこれは、はいはいはい、特になんか、ああ、なるほど、ああなるほど、そのタイプの天使ね、はい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 、倒せないタイプですね、倒せないタイプの、ただポーションをその自分の色に落としてくれると、うーん、あ、でしかもハマる場所にもそうだね、一応行ってくれると、ハマる場所には行ってくれるけど、なんかしっかりはハマれない感じはする、今のところなんだこれは、この子、この子はあの子じゃないですか、これはよく最近見始めた、最近見始めた、あー、この子ですね、その子ですね、なるほど、それする子ね。じゃあこれちょっとスピード感むずいな、毎回考えなきゃいけない、そのタイミングで。そうだね。いや、でも、これ、今のところですけど、はい、なんかブロックなくてもいける場所もありそうっていう。そうだね。まあ、ちょっと怖いところはあるけど、うん。安定を求めるならやっぱ、ブロックある方が。いいけどね。1体ぐらいもしなくても、いけそうだね。いけんじゃないかなっていう。これしかもあれだね、ちょっとね、オレンジ色、背景もオレンジ色だからちょっと、どっちが、どっちなんだいっていうところがあるね。そうだね、そうだね。青は見やすいんだけど、あぶねえ、あぶねえ。結構火だめがね痛いですね、このステージ。火だめ痛いね。うん。これむずいぞ、普通に。いや、普通にやってても結構むずいステージ。うん。いやー。どっちか。うわ。ここ、ここはまれるか。オッケー。はまれる場所見つけた。ああ、じゃあやっぱ、うん、意外と。うん、はまれる場所あった。反射の方がいいのかも。お、これ、あれ？一ゲージ分飛ばしてんじゃない？お、飛ばしてんじゃない？これボス行ったら、うん、楽な方法はありそう。そうだね。ストライクショット。順番が悪いわ。テキーラの後にノンアルにした方が。いや、でもこれもさ、天使にはまれそうな感じじゃない？天使とザハトルテ、ね、うん、はまれたら結構早いんじゃない？いける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 、うわー、そう、いけるわ、はまれるわ、はまれた、
はまれる箇所は結構あるから、反射がどっちかっていうと強いのかも。強いかもね。あー、なるほどなるほど。これはバールに変えるか。5分10秒、この、うん、ザハトルテが、ちょっと待ってね、7分50秒です、うん、あ、ってことはじゃあかなりいいタイムじゃない。かなりいいタイム、2分40秒縮めてるから。あー、いいね。来てるぞ、これは。いや、これ楽しみだな、投稿が投稿が楽しみ。それはそうだけどここにいる、ここにいるから、頑張ってる人が反射が良さそうなので。そうだね、こいつかな。いや、でもスピードアップ邪魔かな。あ、スピード出すって考えるとちょっと邪魔だけど、まあでもこれでいってみよう。4分台かな、とりあえずはね。そうだね、これ多分ここに一反射して、あー、そこにはまっちゃうのね。どこ、どっち、こっちに行く。いや、これはまあまあ飛んだと思う。さっきの300万ぐらいで、うん、1ゲージ飛んだ、1ゲージ飛んでたと思うから、飛んでっしょ。あー、ワンゲージまで行ってねえのか。あー、ギリだね。あまりが悪かったか。さあ、タイムが、あー、5分15秒。さっきよりちょっと、そうだね。重力なしは、重力なしね。なんかいるかな。あ、見ろ、あー、なるほど。まあ、ミロク使ってみるか。試しに。いきます。はーい。5分切れたら、十分でしょう。そうだね。なんとなく。確かにミロクか。遅い方が意外と飛びやすかったりも。そうそうそう、ハマりがね、なんか意外と良かったりするよね。うん。左上、あ、違う違う、じゃ右反射でこうかなこうで、あー、はまれ、はまれんな。くそ、うわ、今の悔しい。なるほど、はくそ。うまいことね、ターンチョイスできないとミルクはつらいね。つらいね。そっち、じゃあこうか。いけた、飛ばしました。おお、よしよしよし。いや、でもな、厳しいね。タイム的には26。でも5分台でいけるの。そうだね、5分台ではいけるんだね。そうだね、やっぱ重力ブロックが欲しいところ。こいつ行くか。マジで行けんのかな、こんなんね。うん。あ、いった。いいよ。どうなる？これでどんくらい行く？おお。まあまあ行くの。まあまあ行くね。うん。で、弱点じゃなかったのね、今。いや、弱点ではあるけど。あ、弱点だったんだ。うん。でも結構行くね。うん。ワンゲージ飛ばすぐらいの力はありそうだった。おお、クリスタルでも良かったってことだ。じゃあってことにしよう。なるほど。よし、おお、上に、上は挟まれるんだね。そうだね、ちょっと宝箱は時間のロスな気がするからああ、エア来た。エア来たってのはいいあれだからいいあれなんだ。そうそうそう、はい、おお、これ早いんじゃない。結構早いよね。ね、うん。しかもクリスタルも入れてるっていうちょっと個性も見せてるし、うん、いいんじゃない。いいね、いいね、いいよね。うん、まあもしかしたら正直言うとクリスタルじゃない方が早かったかもしれないけどそうだね。まあでもスピード的にもかなり、うん、早かったんじゃないかな。ね、これ
みんなちょうどいいぐらいの声じゃない？うん。これでどうしよう、3分台バンバン来たら。いや、作るよ、大体。知ってる、知ってる。知ってるよね。うん。僕らのこれ、ただの募集だもんね、正直、ね。そう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 。知ってる、知ってる。ちょうどいいラインよね。うん、はい。いいんじゃないですか、4分50秒。いいよね。うん。じゃあ、今回の、はい。川家のかかってこいタイムは、4分50秒74と。はい。なりました。ぜひ皆さんもね、Twitter とか、あとは YouTube とかもかな。YouTube、そうですね。はい、多分、今回も結構時間かかることが予想されるんで、うん、そうですね。応募の時は、川木さんの Twitter にリプしてもらうか、はい。まあ、その動画は倍速でももちろん大丈夫ですし、うん、そうですね。それでもちょっと難しいなっていう人は、うん、YouTube に上げていただいて URL を貼っていただければそちらを確認させていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんのね面白い投稿ね本当楽しみにしてますので、はい、できれば今回、はい、ハッシュタグかわけのかかってこい、うん、皆さん入れていただいて、なるほど、はい、これでちょっと盛り上がってんだぞって、かわけのかかってこいって盛り上がってんだぞっていう、ぜひ皆さんお待ちしておりますので、本当ザッハトルテならかわけに勝てるぞと、うん、いう方、いう方は、はい、ぜひ投稿いただければなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ということでね、はい、皆さん、自宅からでも全然できますので、よろしくお願いいたします。では、うん、バイバイ。